スネーク川の流域スネーク川はアメリカ合衆国西部を流れる川である。コロンビア川の支流で全長は1670キロメートルある。ルイスとクラークの探検がアメリカ人によるこの川の最初の探検であり、当時はルイス川と呼ばれていた。ワイオミング州北西部にあるイエローストーン国立公園内の大陸分水海近くに源を発し、 グランドティートン国立公園内のジャクソン湖を経由し、ジャクソン市付近を南へ流れる。スネークリバーキャニオンで流れを西に転じ、パリセーズ貯水池でアイダホ州に入る。リグビー付近でヘンリーズフォーク川を合わせる。アイダホ州内では南部地域をこう描いて流れ、スネークリバー平原を形成している。アイダホホールズ、アメリカンホールズ貯水池、ツインホールズ、ボイシの各地を流れ、 オレゴン州との境界に至る。それから、ヘルズキャニオンを北へ流れ、ルイストン、クラークストーンを経由し、西に向きを変え、ワシントン州に入る。この地域の主要な電力源になっているいくつかの水力発電用のダムを過ぎ、パスコ付近でコロンビア側に合流する。スネーク川は多くの峡谷を流れる。 その中のヘルズキャニオンは深さ最大2410メートルで世界で最も深い谷の一つである。ありがとうございます。